今日は人間について考えよう。もし君たちの目の前に人間が現れたらどうする？それはやっぱり食べるのか。ユーマ様、先生は人間に会ったらどうするんですか？僕、まあもし人間に会えたらどうやって生き残ったのか聞きたいね。生存競争において羽は特に重要だ。あれば晴れ。失礼、誰か変なんです。この子羽がない。体内に収納してるんじゃ。羽の付け根の管もない。どうしよう、人間ってことがバレる。引っぺらそう。これはありますね、羽。え、アリさん。なんだ、ちっちゃくて気づかなかっただけか。バレたかと思った。この先生といると危険かな。やっぱりダメだ。特別な生物なんだと思い込んでしまった。確かめずにはいられないたちなんだ。止められ。これで愛子になるかな。なんでそれを僕に。だって嫌だったかなって、小さな羽のこと見られるの。それにしても病気じゃなくて本当に良かった。バラム先生はちょっと変わってて、多分美味しい。あの、うん、先生、僕人間なんです。え？あ、言ってしまった。人間だと言ったね。それ以上近づかないでくれ。その抑えられない、これ以上は。まさか食欲。羽なかったんだ、間違ってなかったんだ。食べたいとか思わない。それ興味はあるけど。君は貴重な保護生物だよ。もっと自覚を持ちなさい。君はそりゃもう貴重でか弱くて人間だとバレたら大変なんだぞ。人間に対してこんな反応するのは僕ぐらいなものだよ。他の悪魔だったらもう一口でパクんだ。生物として甘すぎるぞ君は。